東京世田谷区に住む宮沢美紀夫さん一家4人が殺害された事件から、間もなく21年となります。現場に近い小田急線の清浄学園前駅で今日、警察官およそ30人が情報提供を呼びかけるチラシが入ったマスク4000枚を配りました。警視庁にはこれまでにおよそ1万4000件の情報が寄せられましたが、事件から21年を迎える今も解決には至っていません。